皆さんこんにちは。今回はですね、大怪獣シリーズのイリスをですね、実は買ってまして、そのまあ簡単な紹介動画になるんですけれど、と思います。もう僕の語彙力だとかっこいいと美しいと綺麗という言葉しか出てこないんで、簡単に紹介したいと思うんですけれど、そうですね、5月ぐらいかなに予約が始まって、結構買うか買わないか迷ってたんですけど、ちょうどこう給付金とかあったんで、そのおかげでまあ買えたんですが、僕が買ったのは通常版で、まあ、通常版の他にあと発行版っていうのがあって、発行版のとこの胸のね、部分がこう光るようなギミックがついてるんですけど、僕はそれはちょっと予約できなくて、こちらの通常版を買ったんですけれど、まあとにかくめちゃくちゃかっこいい怪獣なんでね、イリスは。これを家にものすごい置いておきたいなと思って買ったんですが、まあちょっともう箱からね出しちゃってる状態なんですけれど、ですよ。高さはねそんなでもないんですけどね、結構こう触手がねやっぱり今場所を取るんですよね。造形とか塗装はもう本当にこの怪獣は複雑な怪獣なんですけれど、それがすごくねこう凝ってるというか再現されてまして、僕はもうまあ不満はないですね、そこの部分に関しては。ですごい気になったところというか、まあ、これはね、こういう触手のあるフィギュアなっていうのはもう絶対通る道なんですけれど、あのエクシードギリスのフィギュアとかもね、かなりね、あのエクシードギリスのフィギュアとかもねやっぱ遊びづらかったんで、こういう触手のある立体物造形物特有のまあ問題なんですけど、触手がねやっぱすごい外れやすいんで、こうやってちょっと持ち上げただけでこんな簡単に取れちゃうんですよね。でね、あとねこの触手がすごく外れやすいのと、あのこう なんて言ったらいいんだろう、こうくっつけるジョイントの部分がねなんかすごい折れそうなんですよね。ここがすごくねこのイリスは怖い遊んでて怖いなと思いました。でこのねなんか触手がね、まあ、ドライヤーとかで温めて、まあ、動きをつけてあげることができるんですけれど、やっぱちょっとね怖いかな。なんだろう、触手だけじゃなくてこう先端の部分とかもかなりね折れそうっていうか、ちょっとしたことで破損しそうな感じがするんで、うん、まあ、ということで、大怪獣シリーズイリスのですねレビューっていうか、まあ、簡単な紹介だったんですけれど、まあ、僕はこの怪獣がやっぱり好きなんで、買ってかなり満足してますね。でやっぱりちょっとね、僕みたいな手先が不器用な人間だと壊しそうな感じがしてちょっと不安なんですけど、まあ、ちょっと大切に怪獣を飾ってる祭壇があるのでね、そこに飾っておきたいと思います。ということで大怪獣シリーズイリスでした。